サー・ヘンリー・ハレット・デールは、イギリス人の農家学者。メリット勲章勲釈師、大英帝国勲章ナイト・グランド・クロス勲釈師、王立協会フェロー。アセチルコリンが、神経インパルスの伝達物質になっていることを発見して、1936年に、オットー・レイビと共に、ノーベル生理学・医学賞を受賞した。デールは、イングランドのロンドンに生まれ、 ケンブリッジのレーズスクールで学び、1894年にケンブリッジ大学トリニティカレッジの生理学者、ジョンラン・グレーの下で研究を行った。1903年の一時期には、ドイツ・フランクフルトのパウル・エールリヒの下に留学した。1904年、彼はいとこのエレン・ハリエット・ハレットと結婚した。1909年にケンブリッジ大学で医学博士号を取り、 ユニバーシティカレッジロンドンでオットーレイビと知り合った。1914年に王立協会のフェローに選出され、同年イギリス国立医学研究所の責任者となった。1932年にナイトに除せられ、1944年にメリット勲章、1948年に大英帝国勲章を受訓した。1940年から1945年には、 王立協会の会長を務めた。第二次世界大戦中は政府の科学アドバイザーを務め、1968年にケンブリッジで死去した。デールらが1914年に神経伝達物質としてアセチルコリンを同定すると、レイビは神経系におけるその重要性を指摘した。1940年代にデールはシナプスでのシグナルに関する議論に巻き込まれた。 デールらはシナプスでのシグナルは化学物質によるものであると主張したのに対し、ジョン・ C ・エックルスらはそのシグナルは電気的なものだとした。後に、ほとんどのシグナルは化学物質によるものであり、一部は電気的なものであることが判明した。デールはまた、放出する神経伝達物質の種類によってニューロンを分類する体系を初めて作った。ノルアドレナリンによって作動するもの、 ギャバによって作動するもの、その他に分類し、この体系はデールの原理と呼ばれている。この原理によると、一種類のニューロンは一種類の伝達物質しか分泌しないとしている。デールの原理は現在は間違いとされ、多くのニューロンがアセチルコリンや生体アミンなどの他に、ある種のペプチドやアミノ酸も分泌している。一つのニューロンが数種類の神経伝達物質を、 分泌するという発見は共存原理と呼ばれている。この現象はスウェーデンの神経解剖学者で神経薬理学者であり共存原理の父と呼ばれているトーマス・ホークフェルトによって精力的に研究された。ありがとうございます。